維新議員の隠された過去その筋では誰もが知る大門が掲げられた部屋で携帯をいじる市川海老蔵二の男性なぜこのカットを紹介するかというかと彼が鈴木淳という名の奈良県柏市の市議会議員だからである関西を中心にいまだ一定の支持がある日本維新の会の一員として元組員が公職に就いているのだまさか と思いますやろとは、地元の市政関係者。でも、ほんまなんです。2017年3月の選挙で当選する前から、あいつはヤクザやったという噂はありました。が、2018年の正月、関係者宛てに、匿名の年賀状が届きましてね。彼が組事務所にいる写真が載ってたんです。それが、まさにこの一枚だ。これを受けて、 市議会関係者が水面下でヒアリングを行いました。本人は今大昔の写真。知人について言っただけで、組員になったことはないと真っ向から否定です。あとは個人のことなのでとしか話さず。だが、当時の鈴木議員を知る複数の元暴力団関係者はこう証言する。そんな嘘は通らん。何でもハイハイ言うて。 真面目に当番やって、大門のおかげで、デリヘルの経営もできとったんやないか。鈴木が組に出入りし始めたんは十数年前。当時の組は山口組三次団体で、四代目山県組の下やった。写真で着てるのは当番服で、組員に登録されないと支給されないもの。組の規律は厳格で、5分以内に折り返しの連絡をせんと禁慎。 波紋されたんは、連絡が取れんことが重なったからやと思います。河野徳子と鈴木敦氏の波紋は2013年。問題はその時期だ。氏の分配条例によると、組を抜けてから、5年間は暴力団員扱いされる。2017年の当選時は、波紋を4年しか経っておらず、条例上は暴力団員のまま、公職に就いたことになるのだ。しかし 条例は予防措置で罰則はない議会事務局によると過去の私生活を議会として追及することはできません釈明の場を設けると提案しましたがご本人は応じない状況です鈴木議員は直撃に無言を貫き代理人弁護士も本人は取材に応じないと言っていますと答えるのみ彼を公認した維新の会などは担当をたらい回しにした挙句 回答なし鈴木議員が背負ってしまった大門の代償は決して小さくはない。